はい、こんにちは、犬飛びです。今日も漢字を書いていきましょう。さてさて、今日の漢字は、珍しいという字です。この漢字の成り立ちは、右側の,この人にですね、こう、ちょんちょんちょんはこれ、たくさんという意味で、あと左の玉を加えた形できめ細かく詰まった上質の玉のこと。 それをめったにない貴重だったり希少の意味になりました。私たちはもう本当にこういう貴重だったり希少って言われるものに強く惹かれるわけですが、まあ、例えば今だけ限定とか残りあと3個とか言われたら、あ、なんかちょっとどんなものが売ってるんだろうとか見に行きたくなったりしますよね。しかもそこで もうお客様だけに今この価格でとか言われたらもうお財布出しちゃうことも多いと思います。こんな感じでですね、よくこういうビジネスは周りに多くあるんですけども、やっぱりこう、誰もまだ持っていないとか、この知識は知っている人が少ないとか、こういうね、あの希少価値を とても私たちは大好きです。これはもう誰でも持っている自然な欲望なんですがまあねこの、えー、希少価値への欲望はですねちょっと使い方を間違えるとだいぶ辛くなっちゃうことがあるので今日はこの話をシェアしたいと思います。このの価値への欲望 これはあの獲得の欲望とも言われてまして私たちの周りはもうこういう希少性をアピールした商品ばかりですよね。えー、例えば地位や名誉大金そして時間こういったものはもうあの獲得の欲望というものになりましてもう欲しいという気持ちを高ぶらせてくれます。でこの 欲望を煽られ、私たちはお金を払ったり、時間を費やしたりするんですが、この欲望は、よく考えてみると、使う側と使われる側に分かれていますよね。ビジネスで言えば、その企業、業者が使う側。で、使われる側が、えー、消費者ですね。 これが俗に言うビジネスということになります。このビジネスでまあよく使われる獲得の欲望を煽るやり方は、まああの、他で使えると強いんじゃないかな。すごく強みになるんじゃないかなと思います。まあ、ビジネスで使われるぐらいですからね、人間の強い欲望を煽っているわけですよ。これをあの、まあビジネスに使うのはもちろん、 あの私たちの生活や人生にね、使えたら、すごくこう、欲望を自動的に使うといいますかね、うまく使って、楽に物事をやりこなす力が出てくるんじゃないかと思います。で、ちょっとね、この気をつけたいところが一点あって、この希少性というのはどうしてもね、人と比較しないとわかりづらいんですよ。 例えばそのお金だったりしたらあの,あの一人は私の方が資産が多いわとかえ地位だったりしたらやっぱりその肩書きとかですね肩書きによってはもう差をつけやすいですよねこんな感じであのやっぱり誰も持っていない誰も知らないとかいう希少価値はやっぱこう人と比べることでしか 分かり得ないことですよねでもやっぱりここであの思うんですけどもやっぱり人と比べることっていうのはどうしてもね私たちにとってはもうダメージが大きいんですよ。結局この比べ続けることであの希少価値とか自分のやる気を起こしているとですね やっぱりもう比べるって上には上もいるし下には下もいるわけですよ。もう再現がなくてもうゴールがないんです。ここに陥らないようにこの獲得の欲望希少性ですねをうまくね自分の人生に取り入れるには例えばもう自分自身ね過去の自分と 比べると一番楽になりますね。例えば、過去の自分と比べ、この作業を続けることで自分過去最高の記録が出せるとか、あとは、この仕事は私にしか絶対できないことだ。これも希少価値ですよね。うんとあとは、この挑戦は私が生まれて初めてやる挑戦だとか、初めてのもの。 これも希少です。こういった形で、あの、自分の過去、今まで自分のしてきた経験、やってきてないこと、ということで、希少価値を作るという考えはとても楽になります。人と比べることなく、この欲望を、獲得の欲望を使いこなせるんじゃないかと私は思っております。 とですね、やっぱり私が今回書道教室を出したのも、もう素人同然の上に、しかも若くないんです。もう人生折り返しですから、年齢的に。それからのゼロスタートで教室をする無謀さと、しかもこの長い歴史のある書道という造形芸術ですね。これをもう自分なりに解釈して、えー、書道、 メンタルのマインドセットとか？あのほざいてるわけですよ。これもやっぱり私の人生ではなかなかにできない経験と挑戦なので、これは私にとってとても意味のある希少価値の行為なんですよね。行動なんです。こういった形であのあなたも何かね。自分の獲得欲望を上手に使いこなして。 希少価値を探ししててみてはいかかがでしょうかきっとね何か必ず一つや二つはあると思います。はいそれでは今日の漢字は「珍しい」という字でした。最後までお聴きいただきありがとうございます。犬飛びでした。